1についてジュニアクラス優勝決定戦スタート。さあ始まりました、ジュニアクラスの優勝決定戦。おっと残念ながらまず1台のマシンがリタイア、残り4台。現在のトップは3コースリック選手。さあその後ろリックを続けますね。さあどうなることか。さあトップのガルス選手だが残念、リック選手がここでリタイア。さあ残っているのはあと2台、現在のトップ5コースコースケ選手。さあコースケ選手残すところはあと1周。さあどうでしょう、スロープをくぐってここでゴール、おめでとうございます。優勝はチームトリボン。